大会ぶりにベスト4進出を果たした鹿児島の神村学園。注目は J リーグセレッソ大阪内定のキャプテン大迫塁。そしてドイツの名門クラブに内定、今大会屈指のストライカー福田師王。1年生から強豪神村学園でストライカーの座を託されてきた逸材中の逸材。競り合いに負けない強靭さとチャンスを決めきる決定力を持つ福田に J リーグ10クラブからオファーが殺到。しかしあえて厳しい海外への道を選んだ。板倉滉選手なんかと話した時に、早い段階で世界を体験できると将来は変わってくるって言われたので、本当にそれが決め手になっています。今大会福田擁する神村学園は2回戦から登場。相手は前々回優勝の強豪山梨学院。前半4分、いきなりの試練。立ち上がりに失点する苦しい展開。早く追いつきたい神村学園だが、エース福田には徹底的なマーク。敵が壁のように立ちはだかり、ゴールを奪えない。それでも福田は焦ることなくチャンスを伺っていた。すると同点で迎えた前半38分、大迫のパスを受けた福田にその時が訪れた。福田来た、福田来た、福田ドリブル、左足シュート、逆転に成功の福田師王。これが超高校級ストライカーの力。まさに圧倒的な強さを見せた福田。その姿に熱い視線を送っていたのが今大会の応援リーダー中村俊輔。足速いですね。ドリブルのドリブルスピードの時はタッチすれば良かったですね。相手のディフェンダーが来そうで来ないぐらいの強さで出して、で最後ちょっとだけ左に出して、ディフェンダーが最後に来ても届かないので、そういう意味では強いですから。福田の活躍で難しい試合をものにし、神村学園は2回戦突破を決めた。その福田に中村が送った未来へのメッセージとは。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今日の出来は。いや全然できなかった。全然できなかった。終わりには手間を取ってるし、はい、J じゃなくてなんで海外を選んだのかなって僕の時代にはそういう選手はいなかったんで、将来日の丸を背負いたいので早く海外に行くだと思います。早く海外にもバレてっていう、はい、もうあっちの世界で生まれて期待してもらいます。フォワードの動き出してどうすればミッドフィルダーがやりやすいですか。キャプテンの大迫くんからのパスとか彼すごいセンスあると思うんで、ああいうパスターがいるとすごい動き出しの意識が高くなると思うんで、そういう選手を見つけてよく話しかけたり練習中からちょっとパスしたりっていう、そういう信頼関係を作ると、そういう選手を見つけることですね。海外ってメンタルがすごい大事になってくるんですよね。はい、頑張ってほしいですね。まだ大会中ですけど、もちろん優勝することが一番だと思うんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。3回戦を勝利し、国立への切符をかけた準々決勝の相手は前回王者青森山田。エースとしての真価が問われる一戦。しかし試合は王者の激しいプレッシャーに押され、前半34分、10番の小港青森山田の選手進入してくる。マイナスのボール、足元シュート。3戦連続で先制される苦しい展開。福田はほとんどシュートを打たせてもらえないまま前半を終える。早いうちに追いつかないとちょっときつくなっていくから、最後まで諦めないでしょ、ね、まず1点を慎重に、ね、取りに行く。普段相手はシュートを打って相手引き出さないと、ね、それによって相手のリアクションを見て刺していく。やるしかないと思う、ね、頑張ろう。よし、結構感動しましたとか最高試合でしただけじゃダメなんだよ。勝ってここに着かないと。ここ、ゲリラ気持ち上げて。さあ、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 さあ
ラインからのボールを胸でパス。信じて受けた石丸がドリブル。前を向いている、前を向け、石丸ミント。同点。2年生石丸ミントのシュートで青森山田のゴールをこじ開けると、さらにその4分後、石丸左足に持ち込んで、石丸ブロック、エースとして出場しながら勝利に導けなかった悔しさと、